こんにちは、アップバンクのマミルトンです。昨日、発表された新しい iPhone の情報、 iPhone5 と iPhone5C の情報ですね。で、この新しい情報の中でよくわからへん言葉がね、何個かあったと思うんですよ。 A7 とか M7 とか、詳しい方もいらっしゃると思うんですけど、多分わからへん方も結構いっぱいいると思うんです。実際私よくわかんなかったんで、その A7 と M7 が何なのかっていうのをアップバンクを使ってちょっと確認したいと思います。この完全版、今日の iPhone5CS 情報まとめ、こんなにあります。ここを見ていくとですね、このアップバンクで掲載された iPhone5S、iPhone5C の情報が全部まとめてあるんですね。で、この中のどこだ、これだ、iPhone5S に新搭載される M7 チップって何？この記事を見てみましょう。こちらにその内容、全貌がちゃんと書かれております。でね、この記事によると、この M7 っていうチップは人のモーションデータ、人の動きをこう感知して情報を集めてくれるチップなんですね。つまりチップっていうか脳みそですね、 iPhone の。で、今までは iPhone には A6 ですね、 A6 という脳みそが入ってて、これが今回 A7 にグレードアップするんですけど、今まではこの A っていう方しかなかったんです。で、今回はその M7 にプラスアルファして M7 っていう新しい脳みそが入ったんですね。これによってどうなるかっていうと、この M7 はモーションデータといって、加速度センサー、ジャイロスコープ、コンパスのこういうなんか人の動きをこう感知してくれる脳みそなんですね。そっちを専門分野としてるんです、その M7 は。で、このおかげで今までそっちの仕事まで一人でやってた A の方、 A7 はもうそっちの仕事は M7 に任せれるんです。なので A7 は自分の本来の仕事だけをするだけで良くなったんです。これによってどうなるかっていうと、無駄な消費バッテリーが軽減できるんです。なのでバッテリーの持ちが結果的に良くなるんです。で、例えば寝ている時とかってもう iPhone 使わないわけじゃないですか。で、そういう時に Wi-Fi を、ね、拾ってきたり、なんか無駄な動きをしているのを、それ M7 が寝てるって感知してくれたら、もう そういう無駄な動きがなくなるんで、今までのように無駄な動きもなくなるし、あとはこのそれに対応したアプリとかができてきて、この新しい可能性が増えるわけです、という素敵な機能なんです。よく分かんなかったですけどね、 M7 と A7 が新搭載されるって言われて、詳しい人は多分分かったと思うんですけど、よく分かんない人はへーってだけやったと思うんです。でも内容を聞くと、おおすごいってなりますよね。はい、という感じの内容でした。こちらこういう詳しい情報とかもね、サイトの方にしっかり載っているので、そちらもチェックしてみてください。バイバイ。じゃあまず iPhone5S から見ていきましょう。 iPhone5S の一つ目の新しい機能が、指紋センサーですね。タッチ ID という指紋センサーの機能がつきました。 iPhone のこのホームボタンのところに指紋センサーがついていて、どんな指の角度からも